連日世界中を襲う大豪雨と洪水の数々、すべては復活を果たした海の神、海王ポセイドンの力によるものだった。海将王ジュリアン・ソロの身に魂を宿したポセイドンは、アテナ・キドサオリに結婚を申し入れ、二人で地上を支配しようと提案する。しかしアテナはこれを拒否。ポセイドン神殿の支柱であるメインブレドウィナの中に自らの意志で閉じ込められる。柱の中で世界に降り注ぐはずの雨を代わりに浴びることで、破滅の時を少しでも遅らせようとするアテナ。聖夜たちブロンズ戦士とは、アテナを、そして地上を救うべく、ポセイドンの配下マリーナがひしめく海底のポセイドン神殿へと乗り込むのだった。七本の柱とジェネラル。ムーによって修復されたクロスを身にまとい、セイヤ、シリュウ、ヒョウガ、シュンの4人のブロンズ戦士とは海底のポセイドン神殿へと乗り込んだ。またアテナのコスモが弾けるのを感じた。さっきテティスとかいうマリーナが言っていたように、沙織さんはメインブレードウィナに閉じ込められている。世界の大会を支える7本のマンモスピラー、それら全てを破壊しない限りメインブレードウィナを破壊することはできない。油断するなよ。それぞれの柱にはポセイドン軍最強の7人のジェネラルが待ち受けているそうだからな。一刻も早く全ての柱を破壊しなくては。みんな手分けするぞ。ああ、メインブレードウィナでまた会おう。それまでまた負けられないね。行くぜ。バーサスシーホース。ポセイドン神殿の一部を支えているかのように、頭上の海に向かって屹立している北太平洋の柱。そこを守るのはポセイドン軍最強の七将軍の一人、シーホースのバイアンだった。手荒なことをしてもらっては困る。この柱にかすり傷でもつけてみる。お前の命がいくつあっても足りんぞ。この柱を壊したけど。お前を倒せと言うんだろう。できるかな、ペガサス。やるっきゃないんでね。地上の人々のために、アテナのために。やるっきゃないんでね。アテナのために。ブロンズセイント、ジェネラルの相手になると思うのか。ラウンドワン、ファイト。ペガサス、空をかけるペガサスと海をかけるシーホース、果たしてどっちが強いかな。愚かな、セイントの対決者であるブロンズと、マリーナ最強のジェネラルの肩を並べられる。お前と私の実力の違いを決定的に見せてやる。どうなってるんだ、流星剣の威力が波紋のようになって遮られている。まだわからん、お前の剣なって私の前では無力だと。喜ぶのはまだ早い。喜ぶのはまだ早い。ペガサ、ハイキングビラ、喜ぶのはまだ早い。もはや火加減はせん。ペガサ、くそ、死
シーフォース最大の剣を受けるがいい。ラウンド2ファイト。これで私を追い詰めたつもりか。お前の体などこのバイアンが一歩入っただけで吹き飛ぶほど脆いのだ。確かに一瞬でも気を抜けばこちらがやられてしまうのよ。さすがマリーナ最強の七将軍、実力はゴールドセイントに勝るとも劣らない。しつこいやつだ。ブロンズセイントなのか。ブロンズもゴールドも勝てない。これはアテナを守るセイントだ。アテナを救うためならペガサス何度でも戦ったんだ。ほら会場まで吹き飛ばしてくれる。ウィナー、俺のコスモの方が、これが俺の実力だ。ブロンズのペガサスがここまで私を追い詰めるとは。シーホース、お前の実力などやはりゴールドセイントの足元にも及ばない。何、ペガサスのクロスのあの輝きはまるでゴールドクロス。俺たちのクロスはゴールドセイントの血でよみがえったんだ。神話の時代から受け継がれた88の星座の頂点に位置する究極のセイントたち。彼らの熱き黄金の血潮によって復活した俺たちのクロスは、いわばゴールドクロスに限りなく近い。黄金の血だと。そうだ、ゴールドセイントたちの熱い思いに応えるためにも俺たちは負けるわけにはいかないんだ。コスモの高まりを感じる。来いペガサス、ラウンド1ファイト。こんなに生きられるとは。まだまだ。以前ミスティっていうお前と同じような防御を使う選手と戦ったことがある。喜ぶのはまだ早い。彼女の力は分かってるのさ。ブロンズの王子、相当の実戦をくぐっ飛ばしてくれ。結局お前では私を倒すことなどできない。まだまだ。バイアン、これでコスモの全てを奪われたか。前に叩き入れる。無の時代と言ってるのは分からん。セイントは耳の通りだ。セイントをバカにするのも。ペガサス新戦線。これで終わりだ。ラウンド2ファイト。おりゃっ。足元にも及ばない。これが俺の実力だ。やったぞ。待っててくれ沙織さん、こんな柱すぐにぶっ壊してやる。喜ぶのはまだ早い。お前がいかにコスモを高めようともマンモスピラーを破壊することなど不可能。結局は我々の勝利。
俺たちは大地さえ割るセイントだぜ。たかがあんな橋だ。いっ、はあ、ダメだ。流星剣でも水星剣でもびくともしない。こうなったら俺自身を剣に変えて突っ込むか。待ってよ、セイヤ。キキ、どうしてここに？シャイナさんがこれを老師から預かったんだって。天秤座、ライブラのクロス、これがあればあの柱も目じゃないぜ。ありがとうございます、ロシ。このシールドを使わせていただきます。行くぜ。柱が粉々に砕け散ったぞ。この天地を揺るがすような地響きと霧雨、心なしか頭上の海も下がってきている気がするよ。北太平洋を支えるものがなくなったからに違いない。これでわずかでも地上の水位が下がるはずだ。キキ、お前はライブラのクロスを頼む。俺は次の柱を目指す。スキラ、南太平洋のマンモスキラーへ向かったシュン。そこに現れたのは祈りを捧げる美女だった。攻撃をためらうシュンの前で美女の足元から6体の野獣が放たれる。とっさにチェーンで攻撃を防いだシュン。美女の幻影が消え去った後に姿を現したのは七将軍の一人、スキュラのイオだった。アンドロメダよ、なぜ攻撃を途中でやめたのだ？それが君の命取りになるのだよ。あなたがこの柱を守るジェネラル。いかにも、私は南太平洋の柱を守るスキュラの意を。ここが君の死。チェーンが異常に緊張している。相手がこのスキュラの意をとは君も不運だったな。ラウンド1ファイト。ファビュラチェーン。そういえばギリシア神話の中で聞いたのに、上半身は美しい乙女にしながら、下半身は6人の獣からなる船乗りを貪り食らう海の怪物。そうだ、君のスキュラの6つの獣の餌食となる。ファビュラチェーン食らえ、霊獣の牙。許さないよ。神の技の強手なんだ。この星座の中で防御では無比のアンドロメダチェーンがまるで泣きがごとくとは。君でその程度で88の頃の戦争であったが、私の攻撃は防げまい。やはりアテナの戦争などは無駄だよ。やビッグトンネル。許さない。やっネビュラチェーン。滝のように舞う。やっやっやっ。レビュラチェーン。滝のように舞う。さて、どの星獣でとどめを刺してやろう。ラウンド2ファイト。逃がさない。